サンデー漫画クラブのアフタートークです。たった今この作品ですね、佐久間薫さんのお家見せてもらっていいですかという作品を取り上げる回を、収録したところで、そのアフタートークということになります。はい、はい、こんな感じでね、この子が道夫くんですけれども、家村道夫くんでよかったっけ、そうだね、はい。で、彼がいろんな家を、訪問していくっていうね、そういう作品になりますね。で、一番最初カラーなんですけれども、こんな感じで。2話からあとは、白黒になっていくっていう、そういう作品でございます。で、ここにこんな風にね、毎回の。はい、毎、なんていうの？毎話出てくる、おやつ。おやつが紹介されるという。はい、ということですね。はい、そんな作品でございました。はい、はい、なんか家村くん、家村くんが可愛くって、お姉さんの足を踏んであげてるところがあったね。はい、あの踏んであげて寝ちゃうってやつね。はいはい、子供の体重だからできるやつね。うん、あ、なんか子供、あれ気持ちいいのかな。ああ、よくやってあげたりしましたけどね、うちはね。あ、そう。この子ならではのこう丸さとか柔らかさみたいな、いや、この子の優しさみたいなのも伝わるいいシーンだった。ああ、なるほどね、なるほどね。なんかでもその突然チョコパイ持ってきて、なんかこう心開かされる説得力はなんか可愛さ、愛らしいですよね。丸々しててね。素直な感じで、おやつあげたくなっちゃう気持ちは分かる分かる。ここですね。足踏んでるとかね、はい、はい、なんかちょっと岐路に立ってるタレントさんなんですよね。あ、そうですね。あ、そうだったね、はい、ギュムあったかそうな感じがね。そうそう、あったかそう、はい、アイドルでちょっと売れてたんだけど、ね、ちょっとね、路線変更でいろいろ苦労してみたいな、それぐらいの感じですよね。バラエティやってみたけどそんなにうまくもできずみたいな。そうそうそう、まあそんな人いっぱいいると思うけどな。あ、まあでも道夫くんもね、すごいいいやつだよね。基本的に出てくる人みんないい人ですよね。まあそうですね、嫌なやつ出てこないもんですよね、多分ね。私あの途中で出てきた、行政の人、役所の人、はい、役所の人がめちゃくちゃ頑張ってると思って、まあ個別にな、役所の人もいい人だったね。そう、本当に、あのお家の、ね、ゆかりの人と連絡取って一緒に協力していって、なんならお茶も買ってきて、バザーも楽しく誘って、ゴミ屋敷編のねお話ですね。そうそうそう、いい、頑張って、これもらっていいっつって、ね、あげるんだったらいいんだみたいな、ね、気づきが途中でやってくる、ね、あれ結構そういうもんなのかな、あげるんだったら無駄になるものが嫌っていうことなんですよね。あ、そうなのかな、確かに、あ、そっか、そうね、でもそのだから無駄になる、だから捨てるのはダメ、あげるのはいい、捨てずに物を取っとくのがだからさ、あの旦那さんと離婚した後で、なんかこうある種の不安感みたいなものとかがベースにあるみたいなね、ちょっとそういう分析みたいなのされてたけど、それはありそうだなっていう気はしたよな。だからこそ物を集めたくなるみたいな、で物を集めるけどさ、でも手放してみたらその物にそんなに執着せずに済むみたいな、むしろなんかこう人とのコミュニケーションの大事さみたいなのが気づかされるみたいな、そういうところは結構腑に落ちる感じはありましたけどね。確かにあげるってちょっとこう人とつながる感じするもんね、捨てるは確かにこうなくなっちゃう感じがするけど、そうだね、そういう風に登場するキャラクターたちが割とこうまっすぐというか、実は裏に嫌なことがあったりっていうのはないの で、 そ う、 です、ね、はい、そういう意味でもこう穏やかに読んで、一人あの一日寝る前に一話ずつ読んでっても良さそうな、そう、ね、はい、雰囲気がします。あとおしゃれなカフェとかに置いてもろて、あ、それもいい。おしゃれなカフェに、はい、いいと思います。ちなみに私これ見つけた本屋さんはあのインテリアとかあのそっちの家方面の方に入りました。あ、まあでも確かにそうだよな、はい、そういう、はい、そういう切り口からも、はい、いいんじゃないかと思います。あ、でもおうち訪問漫画って他にもね、なんか読んだかったっ、間取りとかは結構あるんじゃない、建築漫画をだからやったのと、はいはい、あとあれだよね、なんだっけ、世田谷一、やってるなんだっけ、洋館のやつですよね。そう古い洋館の家主になるか、それをやってて、あとすごい昔にあれをやってる、なんだっけ、
寝るの大好きさんの、ああイマジナリー的なやつですよね。そうそうそう、猫ちゃんのやつ、猫ちゃんです、うん、寝るの大好きさんの、はい、物件謎の物件を訪問あれなんか町田の味ヶ谷公園かなんかに寝るの大好きさんなんかあれやってましたね、展示っていう、いろんなオブジェ、町にあるその展示物みたいなのをまんまで紹介するみたいな。あ、そうなんだ、へーみたいな。あ、この人見たことある、版画美術館とかのあの辺りの近くですね。あ、そうなんだ、うん、最近なんかファンタジーの家の間取りとか、うん、なんか家物、ね、やっぱなんか好きな人は好きなんだなとか、うん、あ、そうだよね。あと事故物件とかもあるしね。事故物件。方向が違うけど。変な間取りとかね。あ、そうそうそう、変な間取りとかもそう。だやっぱ家はね。うさぎ屋のどら焼きうまいよね。あ、送ったことない。うまいの？有名、なんか有名なやつですよね。三大どら焼きですね。そうそう。あ、そういう。三大どら焼きってあるんだ。なんかそういうのがあるらしいですよ、東京の。うちの母が好きなんで、たまに買ってきて。そうかそうか。これさ、だから小学生が、うん、こういうふうにね実際やったとして、うん、まあ、なかなか厳しいものもあるっていうかさ、はい、そういう話だったっすけど、うん、YouTube とかで大人がやる分には何の問題もないよね、こういうふうにね、ちゃんと交渉してね、実際ありそうな気もするし、お家ついて行っていいですかみたいな手で、お家紹介みたいなのはある気がします、うん、ね、はい、そこにいやらしさが出なきゃね、そうね、いい感じでね、なんかほらだからどういうなんか大人的ないやらしさ、なんか資産こう鑑定するのが、まあ、ここから1億円ぐらいですかね、やっぱ彼のなんて無垢な、ね、感じがね、この作品にイノセントなものを与えて、だいたい年収想像するとかしない一気に生臭くなる、いくらでも生臭くなるんでね、そうね、あ、まあ、でも実際なんかは俺も YouTube のショートとかで見たことがある、なんかこうストリートで会った人についてって、うん、ちょっとお家見せてくださいみたいな、うんうん、そういうのあるよね、うん、実際に、まあね、やっぱ生活してるところをね見せるっていうのはなかなかちょっと抵抗あったりするわけですけどね、うんうんうん、そうですね、本当はリアルで、うん、そういうのを追うと、うん、生活感って絶対に拭いきれないか、うんうん、ものすごい綺麗に拭ってあって、うん、すごいなんか雑誌に載ってるみたいな綺麗さ、うん、なんていうか美しいっていう風に遠くに感じちゃうかですけど、漫画だから、うん、うまく見せたいところを書いてあるし、そういう意味でこの子が見たかったものっていうのをガイドされるから、うん、いい感じにフィクションに落とし込むそのバランス感、うん、もう心地よいところに落ち着いてます、確かに、そうですね。そしてこの子本編で言わなかったですけど、お父さんがいないんだよね、お父さんも亡くなっちゃってて、お母さんと一緒に、そう、お母さんと一緒にっていう、そういう感じではあった。時代設定がなんかこう今の今なのかちょっとよくわかんないって感じでしたけどな、ちょっと前みたいな感じもするかな、そんなこともないか、まあちょっとね、なんていうの、出てくる人とかクラシカルの感じはするけど、でもデザイナーの彼なんかはね、通信で仕事してたりとかもあるから、まあ割とそんな昔ではないのかなって気はしなくはないですけど、感じしますけど、なんか若干の昭和感みたいなね、お母さんと暮らしてるところに関してはっていうのはう、ね、お母さんがなんか大きい頭パーマでイガグリ坊主ってなるけど、だいぶ昭和感がその時点ですでにすごいするっていう感じで、キャラデザ的にな、確かになっていう感じはありますね。はい、ということですね、はいはい、とてもキュートな作品でもありますし、感動作でもあるのでね、よかったらぜひ読んでみてください。スネオの家の中も見てます。そうですね、はい、エピソードも良かったと思いますよ。はい、ということで佐久間薫さんのお家見せてもらっていいですかのアフタートークでした。本編の方もぜひ、お聞きください。